声切りよー。はい、エールブルーウィンド所属新人声優の雛倉莉子です。今回の企画は声切り。何それって思ったでしょ。ほら、大喜利ってあるじゃん。司会の人がお題を出して芸人さんたちがそれに答えるっていうやつ。あれの声版っていうか、声版ってことなので、答えは文章じゃなくて声で表現してくっていうか、お題はリオさんが考えてくれたそうなので、そのお題に沿って私雛倉莉子がひねりの効いた声で回答していくと。で、答えの出来に応じて審査員のリオさんがポイントをくれるそうです。1問につき星1個から5個もらえて、全4問で星が12個以上だとリオさんからご褒美がもらえるみたいです。やったー。で、ご褒美って何ですか。内緒。いいじゃないですか、教えてくれてもね。え、まあいいや、何かいいものがもらえると信じて頑張りましょう。とまあそういう趣旨なんですけど、説明聞いただけではちょっとピンとこないよね。お題を声で表現するってどういうこととかさ。まあやればわかるか。よし、早速行ってみましょう。はい、今回のテーマは鳴き声。はい、鳴き声ね。有明に上陸した全長10メートルの巨大化イカ。巨大化イカの鳴き声ってある？ないでしょ。もう鳴くんですかこれ。もう鳴いていいんですかこれイカ。もうイカですもんね。イカって炭吐きますもんね。炭。もうわかんないよ。どうですか。星1。厳しくない？嘘。でももうこれ次に行かなきゃいけないですもんね。じゃあ次の問題お願いします。1億光年先から地球に飛来した、これなんて読むんですか。生物。そもそも読めないものを問題に出すっていうのはどうなの。いいのこれって。いいのみんな。私視聴者に問いかけていきたいよ。飛来してきたなんとか生物ね。いきます。ビュロロロロロロギュ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 ボロロロロビュ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 。これいいんじゃないですか。お、星3。さっきのは星1でこれが星3なんだ。はいはい、星3ね。いや、ちょ、わからない基準を教えてほしいですけどね。じゃあ次いきますか。まだあるんですよね。じゃあ次お願いします。うかつに信じちゃダメだよ、リオさんのサービス問題とか。何それ。何オルゴイコルコイ。もう想像が全然つかないんだけど。オルゴイコルコイ。いやでもカタカナの名前だから、なんかもうちょっと生物ちっちゃいのかな。ちっちゃめでちょっと考えてみようかな。オルゴイコルコイ。ないん。いやでも大丈夫、最後の問題で頑張ったらもしかしたらもらえるかもしれないもんね。よし頑張ろう。最後の問題は今回はメイちゃんに鳴き声が聞いてみたい生物というお題で書いていただきました。え、メイが書いたの。はい。メイが書いたの。え、なにこれ。これ絶対リエの悪い影響を受けてるでしょ。これそもそも生物なんですか。ちょっと待ってよ。ちょっとまがまがしい。まがまがしさを出せ雛倉莉子。いけるいける、雛倉莉子ならいける。いきます。おーろろ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 。はい、星いくつでしょうか。星3つ。今回のリオさんの評価は合計10ポイント。しょうがない。これは本当にしょうがない。次はもっとたくさん星がもらえるように頑張りたいと思います。これ次あるんですかね。そもそも次がある。いやでも次がもしあった時のために頑張りたいと思います。
はい、じゃあもう閉めても大丈夫ですか？もうだいぶ引きずってますけど、オルゴイコイコイ間違ったかな。じゃあまたね。チャンネル登録と高評価ポチッと押してもらえると嬉しいな。稲倉莉子でした。